はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃん、ハイレモンスマートフォンミルクチョコレート。はい、こちら一見どう見てもね、スマートフォンに見えるんですが、なんとね、これチョコなんですよ。僕も最初これ紙が入ってんのかなと思ったら、もうこれがチョコなんだよね。開けたらチョコのいい香りがします。そしてなんとも印字がハイクオリティだ。このアイコン一つ一つがね、まさにスマホそのものですよ。今にもね、こう押せそうな感じですよね。こういう感じでね、すごい綺麗に印字されてます。あー、結構薄い。まあデザインはね、iPhone っぽいんですけれど、まあ実際の iPhone とかよりもかなり薄いですね。はい、ちなみにね、隣に僕の iPhone を置いてみました。僕のがこれ iPhone6 なんですけれど、まあそれと比べてもかなり小さめですね。まあ iPhone4 ぐらいかな、昔のね。そうね、ミュージック。よし。あれ、起動しないな、おかしいな。ちょっとバグってるようだ。あ、出し忘れてましたが、ちなみに裏側はね、特に印刷はないですね。普通のチョコ。はい、もしもし。ええ、あ、あの件ですね。わかりました、今日中に仕上げておきます。なんていただきます。おいしい。ね、味は完全に普通のミルクチョコレートですね。甘くておいしい。おいしいんだよね、このチョコね。確かね、このチョコね、どこのメーカーだったっけ。あ、そうそう、ちょっと調べましょう。これね、ノートパソコンでちょっと調べますよ。検索。この iPhone 型、スマートフォンチョコレートはどこのメーカーだったっけな。なんてね。はい、僕はね、パソコンで検索したと見せかけたんですがね、これパソコンに見えて、こちらもなんとチョコレートなんですよ。まあ正確に言うとですね、まあこの辺の周りの素材は紙でできてるんですけれど、このキーボード型のチョコレートですね。これね、実際にあのキーボードみたいに立体感がありますね。ちゃんと文字も全部入ってます。通常のパソコンと同じような感じですね。大きさなんですけれど、実際に使えるぐらいのキーボードの大きさです。結構大きめだよね。編集できそうだよ。セイキン本日の動画はなんて打てますね。はい、顔の横に持ってくるとね、このぐらいの大きさがあります。まあチョコにしては結構大きいですね。さあ、それじゃキーボードいただきます。まあこれもね、ミルクチョコなので、かなり甘くて美味しい、食べやすいです。で、こちらのね、スマートフォン型のチョコレートと、このキーボード型のチョコレート、両方とも同じ会社が出してるんですけれど、ドイツのハイレマンっていう会社が出しているチョコレートです。しかし、ユニークな品を作りますな。バレンタインもね、近くなってきましたから、ガジェット好きの方にプレゼントしてみてはいかがでしょうか。それでは、またお会いしましょう。See you next time! 今日のことわざ。頭隠して尻隠さず。悪事や欠点などの一部だけしか隠してないのに、本人は完全に隠したつもりでいることの愚かさを言います。まあ最初からね、見破られてる場合によく使いますね。では、サロマちゃん。誰もが悩み不安抱えているだろう。勇気を与えよう、僕らの動画で。Let's try againYou yourself, yeah. YouTube, YouTube, 主役は君なのさ。